そして YOASOBI が自身初の東京ドームへ。17万人を動員したドームライブを完走です。 YOASOBI 5th Anniversary ドームライブ超現実へようこそ。打ち上げていきました、東京。結成5周年を記念して開催された YOASOBI として初のドームライブ、その最終公演が昨日東京ドームで行われました。ドームならではの大規模な演出も。 YOASOBI の2人が気球に乗って登場。人気曲アドベンチャーで会場のボルテージを上げます。全25曲を披露し、2日間で10万人を熱狂させました。もっともっと YOASOBI は大きくなっていくと信じているし、朽ちることなく前に進み続けたいなと思います。こんな景色マジで見たことない。5年前はこんな景色が見れて、その中心に自分がいるなんてマジで思っても見なかった。本当にみんなのおかげありがとう。結成5周年を記念した YOASOBI 初の東京ドームライブが行われました。5年前はこんな景色が見れて、その中心に自分がいるなんてマジで思っても見なかった。本当にみんなのおかげありがとう。孤独の痛みっていうのを和らげてくれる大切な存在がいて、あの人たちと一緒にいつもワクワクする未来を、見たこともない景色を、新しい音楽を探していきたいし、そこで輝くイクラになりたいなって、イクラとして生きていく覚悟を決めました。およそ17万人を動員したライブを完走したばかりですが、来年7月からスタートする自身初のホールツアーが決定。全国14道県40公演を全力疾走で駆け抜けます。国内でも海外でもすごい舞台でずっとライブされてるイメージなので、ドーム初なことにびっくりです、はい、続いてこちら。デビュー前は師弟関係。 INI 木村真YOASOBI 覚悟を決めました。結成5周年を記念した YOASOBI 初の東京ドームライブが行われました。5年前はこんな景色が見れて、その中心に自分がいるなんてマジで思っても見なかった。本当にみんなのおかげありがとう。孤独の痛みっていうのを和らげてくれる大切な存在がいて、あの人たちと一緒にいつもワクワクする未来を、見たこともない景色を、新しい音楽を探していきたいし、そこで輝くイクラになりたいなって、イクラとして生きていく覚悟を決めました。およそ17万人を動員したライブを完走したばかりですが、来年7月からスタートする自身初のホールツアーが決定。全国14道県40公演を全力疾走で駆け抜けます。私も見に行ったんですが、もう5年間というのは集大成、2人の5年間の思いが詰まった、そんなライブになりました。
そして改めて思ったのは生田リラさん、いくらちゃんの歌唱力なんですよね。ドームに響き渡る彼女の声の素晴らしさを改めて実感する、そんな初東京ドーム公演でした。続いても超話題のライブです。